スペンサー・トレーシー、スペンサー・トレーシー、スペンサー・トラシー、1900年4月5日から1967年6月10日は、アメリカ合衆国ウィスコンシン州ミルウォーキー出身の俳優。愛称はスペンス。父は自動車工場の重役。俳優のパット・オブ・ライエンとは幼馴染みで、1917年にアメリカ海軍に入った時も、 年齢を偽って一緒だった。その後は、実際に戦場に行くことはなく、除隊後は医者を目指して、ウィスコンシン州の日本大学で学ぶも、大学の弁論部で熱弁を振るう,うちに演劇に興味を持ち、学生演劇に参加。さらに卒業後は、オブライエンと共同生活をしながら、ニューヨークのアメリカンアカデミー・オブ・ドラマティック・アーツで学ぶ。セールスマンや掃除人で生活費を稼ぎながら、 1923年にブロードウェイの舞台 RUR のロボット役で舞台デビュー、その後は舞台 A ロイヤルファンダンゴでエセルバリモアと共演し一躍注目を集めたのをはじめ主にブロードウェイで活躍した。また、1923年には女優のルイーズ・トレッドウェルと結婚し、息子ジョン、後にディズニーでアニメ制作に関わると娘イーズを儲けるが、 親しい友人として付き合いもしつつ、晩年は別居していた。1929年、死刑囚に扮した、ブロードウェイのヒット作、ザラストマイルで評判を取る。この年には、ニューヨークで制作された3本の短編映画に出演、映画俳優になるため各スタジオのスクリーンテストを受けるが、当時のハリウッドとしてはお世辞にも、美男子とは言えなかったスペンサーはお呼びではなかった。 映画入りの夢を果たせないままに見えたが、ザラストマイルの舞台に出演していたところを監督のジョン・フォードに見出され、同年に映画、川上の別荘に主役として抜擢。同時に、フォックス社と契約するが、やはりその顔立ちから悪役ばかりやらされ、順調な滑り出しとは言えなかった。しかし、百三十三年の春なき万年に出演した頃から演技が認められ、ようになり、 力と栄光では叩き上げの鉄道王役を表示る。特にロレッタ・ヤングと共演した青空天国では彼女との仲が話題にもなった。その後の5年間で25本もの映画に出演し、1935年にメトロゴールドウィン・メイヤーと契約、1936年のフリッツ・ラング監督による激怒や、1937年のアカデミー。 主演団優勝に初ノミネートされたパニック映画、サンフランシスコなどに出演。そして1937年のポルトガル人漁師を演じた、我は、海のこと1938年の実在すフラナガン神父を演じた、少年の街で2年続けて、アカデミー主演団優勝を受賞。この2年連続受賞の快挙は、この57年後に、フィラデルフィアとホレストガンプ、 一期一会でとハンクスが受賞するまで唯一のことだった。これを機に一役人気スターとなり、マネーメイキングスターに仲間入りも果たす。またこの頃、ロスゴリンの馬術金メダリストだった西田慶一とも親交があった。1941年にはキャサリン・ヘプバーンとの絶妙なコンビネーションで話題を呼び、女性ナンバー1がヒット。キャサリンとは、 この共演がきっかけで交際するようになり、二人はスペンサーの遺作となった、招かれざる客まで9本の映画で共演するが、トレーシーはカトリックであり、最初の妻と離婚しなかったため、ルイーズが障害のある息子を育て植えたことに、トレーシーは障害申し訳なさを感じていた二人は、結婚しなかった。1940年代は映画会社の上層部と何度かトラブルを起こし、 あまり作品に恵まれなかったが、1950年の花嫁の父が、ヒット・アカデミー主演男優賞にもノミネートされ、また翌1951年に続編、可愛い配当が制作された。その後の主な作品に、1954年の移植ウェスタン、折れた槍、翌1955年のカンヌ国際映画祭、最優秀演技賞を受賞した日本人の勲章。 1958年にはほとんど、一人芝居で演じたアーネスト・ヘミングウェイ原作の、老人と、海と、全米批評家協会賞を受賞した、最後の観光、1961年のナチ戦犯を、砂漠、裁判長を演じた大作、ニュールンベルグ裁判などが挙げられる。1963年の、おかしなおかしなおかしな世界への出演以降、晩年は心臓を悪くし、 ルイーズとキャサリンで交代に看病していたが、1967年に招かれざる客の撮影が終了した17日後に、ゾウ発作で死去。スペンサーの死をみ取ったのは、晩年をパートナーとして過ごしたキャサリンだったが、ルイーズに申し訳ないとの理由から葬儀は出席しなかった。その緻密な演技は、現在に至るまで多くの俳優の目標になっており、 受賞を含めて、ノミネート回数は9回という、輝かしい記録は、未だ誰にも破られてはいない。2010年現在、男優では、ジャック・ニコルソンの主演、助演含めて12回が最高記録。温厚な人格者の役柄を数多く演じたのとは、対照的に、スペンサー本人は大変な自信家で、気持ち良かったことから映画会社の首脳部と衝突する、ことも多かった。 実際に、ホックス社を退社した時もその気性の荒い性格から、助演格に落とされたのに、スペンサーが怒り、結局は出演拒否したのが原因で解雇されたからで、あった。またその一面を象徴するエピソードとして、キャサリンが、女性ナンバー1の撮影中にスペンサーと初めて会った際。さい、私ちょっと背が高すぎるわね、って言いましたら、心配するな、時期に、僕に会うように小さくしてやるよ。 というんですよ、とキャサリンは後に語っている。またクラーク・ゲーブルもスペンサーに対し、あいつはいい奴だ。この世界で彼にかなう奴はいないよ。彼と競争しようという奴はバカだ。あいつはそのことを自分でも知っているんだ。だから彼の謙遜した口ぶりに騙されちゃいけないよと語っている。自信家の一方、演技者としての実力も誰もが認めるところで、 その自然体の演技は内外を問わず多くの俳優に影響を与えた。親友のハンフリー・ボガートもスペンスの演技は最高だった。彼がどう演じているのか、その仕掛けはまるで見えなかったからね、とコメントを残している。スペンサーの死後、キャサリンは彼との思い出を次のように語っている。スペンサーはいつでも男が生活費を稼ぐための仕事としては、 俳優というのはちょっと馬鹿げた仕事だって得てたと思うわ。彼は古い歌詞の木のような人、あるいは夏の風のような人。いずれにしろ、男が男だった時代の人だった。また、お互いの関係について、アメリカで理想の男性といえば、スペンサーよ。私は意地悪いことを言ったり、彼をじらしたり、一杯食わせてみたり、女そのものを演じていたわ。でも、彼が本気で怒れば、 すぐ降参。男と女のロマンチックで理想的な関係というのはこういうものなのよと語っていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。